サイバーハンターは中国のネットイースが開発、配信するモバイルと PC プラットフォーム向け SF バトルロイヤルゲーム、2019年4月26日に配信された。2018年5月、本作はプロジェクトバトルとしてネットイースから発表され、Android および iOS モバイルプラットフォームでのベータテストとして2018年10月に最初に配信された。その後、 2019年4月26日に世界配信された。ゲームプレイは近未来的なテーマの伝統的なバトルロイヤル形式で構成されており、プレイヤーが早期着陸を助けるジェット燃料を積んだホバーボードでの降下やマイクロ波重などの風変わりな武器、武装車両、垂直クライミング、パルクール、AI ロボットのドロイドを使った滑空。 防御用の様々な構造物の建設、キャラクターの詳細なカスタマイズなどいくつかの特徴的な要素を有している。abacusnews.com の助手医は、サイバーハンターは創造性とコアイノベーションが欠如していると批判し、動作をもう一つの PUBG モバイルのクローンと評した。 本作は、ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルドのクライミングや滑空、戦場のデザインなど、他のいくつかのゲームから多くのメカニズムを借りていると述べた。d r o i d g a m e r s c o m のアシュメイヒューは、プレイヤーが独自のプレイスタイルを作成できるようにするなど、バトルロイヤルのジャンルにおける真の革新性を、称賛している。動きのメカニズムは、 ブレス・オブ・ザ・ワイルドから借りているとしながらも、戦闘で立ち往生しているときに、プレイヤーが自由に使える、戦略的なオプションがたくさんあると述べている。ありがとうございます。